皆さんどうもこんにちは。俺だよ、大太郎だよ。ということで今日もストーリーモード続けていきましょう。さあ、ストーリーがもうだいぶ終わりかけてまーす。さあ、今日はこちらのストーリー、タッチリーグを進めていきたいと思います。タッチリーグの最初のステージは手始めだ。まずはここでタッチの操作になれるんだな。ワリオ様が特別にタダで教えてやるから、感謝しろよー。ってことで早速ですが始めていきましょう。タッチリーグの会場です。タッチリーグのゲームはタッチ操作だ。はい、タッチします。ポチポチペチ。ゲームによっちゃタッチだけじゃなくて、何？線を引いたり、物を動かしたりすることもあるかもな。まあ、ペンだけだね、基本は。タッチペンがない場合はどうするか。そうそうそう。負けりゃ指でやってもいいぜ。わかったか。じゃあ早速。オッケー。タッチペンあるので俺はタッチペンでやりますよ、もちろん。でもボタン使わないってことだから楽だよね、本当。え、ワリを探せ。え？あ、擦るの？なんだよ、それ分かりづれえよ。綺麗。そう。ふん。よ。あ、むず。あ、待って。リズム天国今の。あ、意外とむずいこれ。吹っ飛ばせ。やべえ、飛んでけい。簡単でしたね、これ。よしよし。もうミスりませんよ、僕は。スピードアップ。ペポパポペポペポ。はいはいはい。集めろ。お金入れちゃおっと。よし。お金欲しい。一筆書きしろ。うん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 と。ちょろいね。大丈夫です。ね、かき混ぜろー。ぐるぐるぐるーってタッチペンを回してまーす。オッケー。ボスステージ。もうボス？早くね。はいはいはい。着地させろ？え？あ、そういうことね。ねえ。あ、おれい！はい、オッケー！ちょろかったな。タッチペン操作のね、ステージの難しいところは、何していいかわかんねえ。オッケー。みんなブリブリうせえ。よし！まあまあまあ、やり方はわかったので、じゃあ次のステージ行きましょうか。カット&アナ。どんなキャラクターなんでしょうね。ムービーワイオタッチ。はい。双子？ねえ、来たね。ここはタッチ、リーグ第2ステージ。あたちたちはカットとアナだよ。今日は忍者事件の日。二人一緒に、ダイヤモンド城に来たんだけど、あれ？事件の案内はどこかちだ。あたちたちのゲームは生活だよ。お家やお外で面白いと思ったものを二人でゲームにしてみたよ。とっても楽しいからやってみて。では行きましょう。なんかリズム天国感あるゲームボーイアドバンスのダイヤモンド城。ここが忍者知見の会場か。かわいい。帰りに報告したら、ほかげになるってばよ。広場にいる忍者から知見の内容を聞くよ。おう。あれは違う。あれおばあちゃん？見た目で判断しちゃダメ。おばあちゃん。まるで知気がない。知気？怖い。ちょっと行ってくる。あ、戻ったよ。早い。ご飯。え？出てくるご飯を全部食べろって。嘘。ご飯って何が出るのかしら。ごちそうだよ。わあ、食べたい。ピザ？ピザ？お前ら忍者だよな。いい試験やな。俺も受けたい。ステーキ食べてな。では。今から食べるで寿司だー。そして探せー。え、どういうこと、これか。うわー、わさびたっぷり。はい、次通り抜けろ。はい、簡単でした。磁石あるから気をつけろってことね。うまい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 。寿司しか出てこねえじゃん。取り込めえいやーと。くせー。いや、寿司しかねえじゃん。押して、6回お願いします。おー。到着。文字かっけ。えい。えいの？オッケー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 。字汚かったね。え？いいの？これ2匹続けつついたよ。擬態してたんだね。わかりづれ。スピードアップ。はやぶさの術。寿司しかねえ、覚えて。え？はい。うーん、ボーン、バーン。
これ多分後半っていうかいずれ難しくなるんだな。糸通せ。えい。俺あれリアルじゃできへん。焦がせ。ドゥ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 。焦げたースタンプ送れ。今日何食べる？これでお寿司ラインかーい。はい次引っこ抜けーピッ。あいい笑顔。鼻毛抜いたら涙出てけへん。全部閉じろ。バッテンバッテン。生活やマジで。まだあのスピードアップ。早いゲームいくぜ。61ページにして。オッケー。ページめくりだね。はい次すりおろせ。うわそこまですりおろしていいのって。閉めろー。うーんちファス長い。まだボスじゃない。結成。今トライホース消したぞ俺。いいの。ボスステージだ。どんなステージ。トッピング。え、え、ここ、え、これわ、わ、わかりづら。上と同じにしろってことだよね、だいたいね。え、エビどこ。ここか、この辺か。で、これシューマイ。え、なんつうケーキこれ。で、エビフライ。で、チョコレートのエビフライと普通のエビフライ。これこんな食いたくねえぞ。ケチャップかけてっていうね。これでいいの。採点60点で合格。頼む頼む頼む。83点。大だら最強。でも見ながらできるってのがいいことだよね多分ね。まあすごいから俺。フードファイター試験2級合格じゃよ。え、フードファイター。ここは忍者試験の会場なんじゃ。あれ、試験それは隣だね。あれ、いやすみません、トイレ行ってました。どうすんの。案内遅れましたが会場はこちらです。どこ。やるしかない。行くよアナ。待って、食べすぎて動けないよ。フードファイターの忍者になっちゃった。まあこれはこれでいいか。次は9ボルトだよ。いやいいね、フードファイター。俺もご飯は食べられない方なんですけど、ああいう大食いとかって憧れますよね。なんかさて、カット&アナゲットです。ナインボルト。あー、さあ行きましょう。ナインボルトのやつです。ヤッホー、タッチリーグ。第3ステージの担当はこの僕、ナインボルト。学校は楽しいけど苦手な授業の前は、気が重いよね。あーあ、今頃ペットのシャギーは家でのんびりしてんだろうな。シャギーちゃんってのがペットなんだね。僕のゲームは任天堂。懐かしいものから最新のゲーム機まで味わいながら遊んでね。ではやっていきましょうか。任天堂っていうのはいいね。オデッセイとかやりてん。オデッセイ、はあ、学校でーす。次は算数か。だるそうやな。どうした算数。だって嫌なんだもん。ってこの子は。あ、これペット。なんかのシャギー。シャギーお前。コロコロコミックでありそうやな、この展開。ペットは禁止なんだってば。アホか。うん。ペットちゃう。お前に飼われてるつもりはない。あ、そうな。だからって。それよりナインボルト、算数嫌いなんか。算数いいよね。嫌いだよ。教科書見せてみ。色とりどり俺、色とり。56か。わからん俺。うん？何言ってるの？ヒットポイント100の勇者が敵に56ダメージ食らわされたら。ああ。残りはいくつや？44。賢い。正解や。じゃあ次な。42×12。はい12。難しい難しい。この暗算できへん。ダメージ42の魔法を12回出したら何ダメージいく？すげえ。あ、すごい。算数苦手とか嘘。早すぎやろこいつ。嘘じゃないよ。ゲームで想像したら溶けちゃった。すげえゲーマーやんこいつ。こう思え、この問題全部ゲームや RPG。 RPG？ マジ？そうか、計算はバトル。僕は教科書を旅する勇者。かっけー。僕は今から冒険に行くよ。そう、算数という名前のね。ちょっとダサいなそれは。じゃあ冒険しましょう。頑張って進むよ。え？
ラブ度測定しろ。オッケーオッケーオッケー。ゲーム倒したよー。同じ顔作れ。え？オッケーオッケーオッケー。眉毛ね、今のビビったー。ミー作成やな。頭撫でて。よし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 。かわいい！ニンテンドックス。カチッとはめろ。スイッチ。ね。みんなスイッチ持ってる？スイッチいいよね。あれ逆にはめるとね、マジ取るの大変なんだよね。わかるよね、みんなあれ。コイン探して。え？ここ。簡単でーす。ね、レッキンクルー。はい、次、揃えて。え？はい、簡単。今なんだろう、わかんない。たたっけー。あ、やったぜー。これ、マリオペイントだよね。懐かしい。やってた、俺、あれ。バイク守れー。あ、タッチして、ぶっ飛ばすんだ、これ。はい、最強、抱いたら最強。ウィーエキサイトバイク。で、俺、ゲームの名前言ってんの、さっきから。わかる、みんな。え？掴んで触れ。いい。あ！これ、マリオメーカーだ、今の。あったね、なんか振れば、なんか変わるってやつ、ブロックが。夏。タッチペン探せ。え？ここ。あったあった、タッチペン。2DS。2DS 持ってねえから、わかんなかった、今の。撃って。イエーイ。で、なんかこれ、なんたらあれわかんねえ。あれ、スマブラにおったやつや。え？ブメラン！うまい。ゼルダの伝説。楽しい。はい、次。いや、これ楽しいな、これ。取って取って。これ、俺のミーじゃねえか。俺が出てきた、今。びっくりした。アメーボニュー 3DS なら、タッチできますよ。ボスステージ！いや、おもろいな、これ。何ですか、この魔王城へ来たぜ。魚を取れ？にゃーおにゃー。上になるね、魚あれ。ねえ、よいしょ。いいの？あー、あげるあげるあげる。うい、うい。魚あげる。えい。よいしょ。こんなでいいの？めっちゃ簡単や、こんな。あ、いい、魚あげる。クソ簡単じゃねえか、最後のボスステージ。カニが来る前にやっつけるってやつだな。これで世界は救われ、算数マスターだ。いやーノリノリやな、お前。弱き民よ。誰が弱き民や。シャギーのおかげで算数ができた。すごい。お礼に今日の晩御飯半分分けてあげる。半分も？そうか。子供はいっぱい食べ。未来ある若者がおっさんに気使ったら。すげえ。シャギーっておっさんだったの？まあ生まれたんは去年や。あ、そうなん？え、若い。小動物はすんごい速さで吹ける。あ、確かにな。すごいや、だいたら君もゲームが得意なんだね。次はクリケットとマンティスだよ。あいつ小動物やったよな。小動物確かに 2,3 年とかね、めちゃめちゃ短いからね、寿命。つらい。はい、まずしてドーン、ナインボルト。あ、出た、またこの子。誰、お前なんなん、何しに来たん。ワリオとっちみに来たんちゃうんか。やばい。ワンちゃん、バイバイ。かわいい子ですね、あの子も。うわ、こいつイケメンや。イケメンは許さん。よし、じゃあ皆さん、じゃあ今回この辺で終わりにしましょうか。次回でストーリーもしかしたら終わりなのかな、終わんないかもしれないですけど。ね、そんな感じで見ていただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録されてない方、チャンネル登録、あと高評価、コメントなど残していただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。あつまよー。